こんばんはカジケイコです。こんばんはカジケイコです。いつもありがとうございます。えーえー、選挙開放の時にですね、京王線東京のちょう京王線ですけども。 刃物で切りつけられて、えー、まあ今入院してる方がいらっしゃるんですけどもえー、っとですね電車の中でそのまあそういう刃物で切りつけたり何かあのガソリンのようなものを撒いたりとかっていう事件があの多くなっているんですけどもねあの刺されるのがですねあの この後ね、えっ、ー、と、京王線の後ですけど、その前も小田急線であったんですけど、えー、昨日か、今日か昨日ですね、成田でまたあったんですね。えーね、JR 成田駅のく近くで、あのー、60代の女性が、 刺されてるんですね住,住宅の中でこちらは。それであのまあ日本はアメリカのようにあの拳銃銃社会じゃないので拳銃で刺すっていうのはえー、っとまあ暴力団とかそういう人以外普通の人はですねあのナイフとか、まあ、包丁とか京王線のは30センチものある。 あのまあ、日本刀みたいなもんですよね30センチもあるっていうとねなんか、えー、そういうもので刺すっていうのがね連続してあるんですね。それであの、えー、このネットニュースにもねコメントがあってね刺されるという事件が多発してるとか凶器、えー、は包丁が圧倒的に多い包丁の。 正治も銃刀法違反でしっかりと取り締まってほしいとか、えー、ペルーの男に殺された事件も、まあこれは2015年ですけども、熊谷で6人が殺された時、あんまりこうニュースにならなかったんですかね。それをすぐニュースにしてくれてたら被害者いなかったと思うとか、なんかあの、とてもね、事件が多いような感じ。 なんですね実際データがどうなってるか、まあ、例えば5年前と比較してどうなのかっていうのはあの、えー、それを見ないとその増えてるのか減ってるのかそのデータ的にはですねあの分かりませんけども目に触れるっていうニュースでね触れるあのものにですね非常にあのなんかあの本当あのその 刺したというか刃物で刺したっていう事件が目立つんですね。であのまあ道を歩いてる時に刺されるとかですね電車の中で何て言うともう逃げようがないですから本当まあ警察をね増やして人口減少だから増やすったって人がいないかもしれないんだけども。 例えば電車の中でもねああのまあ、警察でなくてもえっ、ー、とまあ人件費かかるコストがかかるにしても中をあの見回るとかですね昔はあの切符なんかの頃はね車掌さんが切符切ったりしても大昔ですけどもそういう田舎行くとねまだあの地方の田舎のローカル線なんかだったらえっ、ー、とそういうこともあるんですいや静岡のねえー、なんか。 の中でも切符見に来たりしてましたけども、まあ、そういうふうにはなんかねあの見回りするしかもないんじゃないかと思うんですね。するなって言ったってあもうあの刑法では司法では、えー、裁判してね例えば今回の京王線の、えー、殺人はまだ殺人ではないんですけど未遂になってるからそうするとえー、あのおい ライターのねオイルをねペットボトル10本分買ったっていうんですねそれでつまりそれね用意して電車の中でそれ10本巻こうと思ってそしてライターで火をつけようと、えー、用意してたとしたらその10本だったら電車の中1両全部燃えますよね脱線するし大事故になると思うんですよ。でそういうことをする人が世の中にはねあのいるんですね。 それでこういう時ねあのよく、まあ、じゃあどうしたらねそういうことしな,いし,しなくなるかっていう話になって、まあ、いろいろね例えば貧困だとか差別だとかいろいろそのいじめだとかっていうようなことでそ,のそっちの方でね、えー、なるべくそういう犯罪者を減らすようにしようっていう意見が出るんだけど。 そのね意見出すのはねちょっとねやっぱりそのよく考えて影響力っていうものを考えて言わないとまたコメンテーターなんかでもですねあ,あいにそういうような意見はまああのかえってね何かこのちょっとね嫌なことがあったり例えば今回のことでん今回の慶応の線のですけどねまあ成田の件はちょっとわからないですけど慶応線の。 えー、事件なんかその電車の中にね火,火つけて、まあ、実際に火つけたんですけども、まあ、あの爆発するような大きな大、えー、車両全部燃えるようなことにはならなかったにしても,あのもう大変なな事件なんですよ、ね、これだからやっぱりねあの防犯カメラ全部つけると、えー、コストがかかるからとかお金が何とかでもそんな場合じゃなくて。 電車にね安心して乗れないっていうのはまあ地方の人はねあんまり電車乗らないからピンとこないかもしれないけど、えー、車に乗らないで電車ばっかり毎日電車通学通勤してる人たちにとってはね本当にもう毎日ですから例えば小学校1年生とかね、えー、新学期になったら1年生のランドセルを背負った子,子たちが私立の あの中学小学校通ったりするのねまだランドセルが重たいんじゃないかってかわいそうなぐらいの見えるあの小学1年生が乗ってたりするんですよ電車の中に電車にね。それでまあかも重たいの疲れるだろうなって帰りあの学校からの帰り下校時間とかですねそういうね小さい子っていうのはあの大きいその大人のまあ少年でもそうですけども。 もう身長もね低いですから上から見下ろすぐらいでも上からガソリンかけられたってわからないわけですよ。もう本当上からかかりますから小さいから。全部もう下にいるんですからね身長低い,低い子は小さい小学生なんかは。だから大人だったらもう本当中学生ぐらいだったら何でもできるわけですよ。そうするとね抑止力をつけけななきゃいけないと思うんですねやっぱり用意してお金かかろうがもう予算を。 あの取ってでもでもすねあの国の補助もあって警,あの警察を、ね、増やすのもそうだしそれからあのその車掌さんを増やすとかです、ね、そういうような人でもう例えばホームでねあの、まあ、改札でもうチェックできないっていうの、ね、飛行機みたいにチェックできないからもうラッシュでですねみんなばもう s u でパッパ入っていくのにねそれをチェックするという。 あの刃物のチェックできないっていうけどまあそれできないのかできるのかも技術的なことは分かりませんけども例えば何かピーってなるね方法だってないことはないと思うんですね今の時代だから。それでねホームをね巡回する人がねやっぱりお一人ぐらいいてこうちょっと怪しげな素振りの人がいたら分かると思うんで。 見るるととかですね職務質問しててもいいことになってるわけですよなんかあのそ荷物チェックしてもいいという法律があるわけですから怪しい人がいたらちょっと中見るとかですね刃物が刃モってないかとか何かそういうねえー、えー、そ国の方でなりねあの地上自治体もそうですけど安全に、えー、国民が暮らせるような対策をこの事件にやらなきゃもう本当あの 安心してて電車に乗っていられないとどこで誰がどうしてるかってもう不特定多数の人しかいないわけですからあの例えば東京駅の中にですねあれだけの人がいてね電車に乗って満員でねその中にじゃあ誰がいるかって言って分からないわけで乗客にとったらそしたらもう防犯カメラでですね人権だなんだ言ってないで命がかかってるわけですから防犯カメラをつけて。 ホームもちゃんとつけてですねそしてまあそれを見てるとかねなんか巡回する人もいるとかもそういう対策をして抑止力つけるしかないと思うんですねやっぱりそういうふうに見てると思ったらやろうかなと思ってもやっぱり抑止力になるでしょうだって普通の人だったらそうまあちょっと頭がねあの興奮してる人だと思いますけどもねそんなことする人は。 だからあのまあいろいろねあの日常生活で例えば今回の人はギャンブルかなんかで、えー、借金があってさら消費者金融からお金借りて生活してたとかなんとかあのいうような報道もありますけどもお金が目的なのかねじゃ消費者金融に返すためにね人をそういう殺すようなことをするのかみたいにな,なってですね 何をしてるのか分かななくなるわけですよ借金なんかね返すために人を殺すくらいだったらし返さない方がいいわけですからねお金は借金あの返さないで。でね例えばこのコ,コメントにもですね コロナなどのせいで社会から溢れた人などが加速してるのかなって、これはヤフーニュースのベレッタさんという人が書いてるんですけど、物騒だから家の周りにセンサーライトとかつけまくって枕元に強力なフラッシュライトや武器を用意してます。あ、もう用意してるんですね、この方は。真夜中に住宅街で住人でもないのが歩いてると怪しい。 えー、SKS さん通りすがりの事件かと思ったら自宅で刺されたの怖すぎるもちろん通りすがりでも怖いですが、えー、別のね QOG さんのはね最近物騒なことばかり起きているコロナ禍の中で精神的に安定しない犯人が多く見られる。 それはこの中であろうと普通の日常でも人を傷つけることは許されることではない。早急に見つけ出してほしい。WES さん、ちょっと最近変な事件が多くなってきてる気がする。警察の方々、地域の見回りを強化お願いします。物陰に隠れてベルトやスマホ、横断歩道を監視してないで。 横断歩道を取り締まるなら車を停止させて歩行者を誘導してあげた方がいいのではよっぽど市民のためになりますよとかですね。え TOK、OK、さん自分勝手なものが大半の世の中です原因はスマホですよ混雑した電車内で自分の世界に入り込む後先考えずに歩きながら運転中にいじっていますこのようなものは周りのことなど相手のことなど考えていないのでエスカレートしてやがては犯罪になります 相手のこと、周りのことを考えることができればこのようなことにはなりません。このような事件はあと数年で2倍、3倍になります。アメリカみたいに自分の身は自分で守ることも考えなければならないのかとも思います。こういうね、やっぱり恐怖心ですね。もうこれずっとも続いてるんですけど、感想が事件に関するね、成田のいですけども。 それでやっぱりねそうすると社会不安っていうのがあるからこれは本当にねあのもう警察だけじゃなくて、えー、国会もですね国会も取り上げて、まあ、野党もねこういう国民の安全っていうのが一番ですからやっぱり取り上げて問題にして、えー、対策をあの取っていただきたいと思うんですね。国会議員は選選挙でこん今回選ばれた方た方ちも やっぱり国民の、えー、安全ということもあのよくですねまあいろいろ問題があって取り上げるものいっぱいあると思うんです法法律もね作んなきゃいけないものいっぱいあるし今回はまあ補正予算いろいろありますが来年の予算ですかねありますけどもまあえー、岸田総理国分 p 2 6 26から前回ね動画撮ったとおコップ p 2 1って言ってしまったんですけど2021年の21って言ってしまったんですコップ二2 6ですねまあ帰ってきてまたそれが始まると思うんでえ生かしてですね時間を野党もねまあ今回あの反対ばかり反対ばかりって言われて立民側のえと議席を減らしましたけども共産も。 もうあの自民党っていうか与党をねあの引きずり下ろすためにねあの、えー、批判ばっかりしないで批判する暇に自分ところはこういうことをしますって例えばまあ維新は言ってますねそういうことを言ってするとね、あのーえー、と賛同する人が増えるんですよで支持率も上がるしね。 それから、えー、今あの、野党共闘、野党共闘って立民はね、一緒になろうとしてますけども、それだってね、野党共闘ってね、えー、野党共闘しないね、国民党か、あのー、えっ、ー、と、維新をね、今日も長妻さんが批判してましたけども、そうじゃなくてね、自分の党が魅力的な党になったら、私も入りたい、私も入りたいって言って、 そして、その令和とかね、国民とか維新をやめて、立民に入るんですよ。みんな魅力的な、いいね、党だったら。だから、その人の批判をする前に、自分は。ええー、こう、どんどんよく磨いてですね。切磋琢磨じゃないけど、磨いて、いい党にしていけばいいと思うんですね。それをね、何かね、野党共闘しないのがいけないみたいなことを言っててね。 絶対多数の自民党に勝つにはね野党共闘しなきゃいけないって言ってねそれ間違ってると思うんですねだって党が違うんだからしょうがないでしょだってだからねその増やしたかったらその批判して票を取ろうとするんじゃなくて国民もね批判ばっかりしてる党はねもう好きじゃないんですよだから批判ばっかりしてね時間潰すんだったら 無駄なことしないでうちの党は立民はこういうことをしこんないいことをしますこういう政策をしますそしてそれをするためにはこうこうこうしますっていう具体策を出して訴えればいいんですねそうすると賛同する議員も立候補する人もじゃあ立民の、えーね、公認欲しいって言ってきますし党員にもなるし票も取れるということだと思うんですね。 それでねあのー、まあ犯罪のまあ犯罪はねいつの世にもないことはなくまあ昔からあるしじゃああるからねどうせあるんだからまあいいかってそうじゃなくてもうさっき今言ったようにその、えー、しっかりですね抑止力をつけて抑止するもうやめさせるっていう方向に行かなきゃいけないんですけども時代によってね 随分ねね原因が違うんです、ねえー、例えば私はあの少年って、まあ、18歳19歳の犯罪あ犯罪者と死刑囚とそれから18歳1 7 8歳9歳の少年自衛官の取材をしてちょうど二十歳前ぐらいですけども若い人の取材をあのして、まあ、ちょっとあの、えー、文章に書いて発表したんですけどもでその取材して のをね見ると今の例えばこの京王線の、えー、事件ですねその借金してそしてまあ仕事辞めてうまくいかないから殺したというかまあそまあ、ただそれだけのことではないともちろんねあのその犯罪になるまでにはあるかと思うんですけどもまああんな仮装するね余裕があるというか、まあ、ちょっとあのえー どっちまあ、時代によってね犯罪も違うなと思うんですけども、えーっとね、死刑囚のね、えー、もうだいぶ前ですけども1968年事件,事件起こしたんだったけどもあのー、まあ何十年も昔ですけども永山紀夫っていうのは <coughs> 私あの、えー、っと網走とかあの青森彼が子供の小さい子5歳 の頃に母親に捨てられてというか兄弟だけで穴走りなの寒いね穴走りであの冬を過ごして生き延びたっていう子なんですけどまあ9人兄弟なんですねで父親も家を出て父親はね結構立派な職業というかりんごの剪定師だったんですよだから真面目に生きてれば子供もね 例えば長山紀夫もそんなあの犯罪しなきゃするようなことに多分ならなかったと思うんですね一番最初にの、えー、つまずきというか崩壊はその父親が家をかちりんごの選定士でそしてあの研,研究所のね、えー、青森の研究所の研究所の青森の 研先所の父親が。で長目のりは末っ子ですから9人兄弟の一番下っていうことでまあ子どもが随分多いからねちょっとまあそれは多すぎるから生活大変だったと思うんですけどまあ今だったらねあの支援の子供手当とかいろいろそういう手当もあるし生活保護とかもあるかと思うんですけども。 そのね、父親が真面目にその研究所のですね剪定の仕事をしてればよかったんですね。ところがなんかあのちょうどですねリンゴの,あの病気がすごく流行ってですね、えー、多分ね私のこれはあの、まあ、想像なんですけども。 えー、リンゴのねせ、えー、定がうまくいかなくなったんだと思うんですね。でなんかあのリンゴがものすごいあのして全部枯れちゃったりその一帯ですねちょ,ちょうどそのリンゴ園のあるとこら辺の、えー、ちょっと取材したことはあるんですけども、えー、その父親がですね働いてたんだけどそれやめあのお,お酒を飲むようになって。 それであのずっと、ね、うち帰ってこなくなって飲ん,だく飲んだくれるというか、まあ、仕事もまあするはの、ね、してたんですけども、まあ、あの家に帰らなくなっちゃってそのとにかくあのえ、まあ、最後はねの岐阜の方で野垂れ死にするんですけどもつまりね子供はまはあ、大きい子はね自分で、まあ、例えば 9, 9人兄弟がいたら長芋一番した。 長めのりは一番下ですので5歳ですけどまあ大きい人もいますよね中学卒業してで働けるわけですよだからそういう子は働いて食べていけるわけですねなんとか住み込みでも働けるしまあお金もらってきて自分で自炊して食べるとかもあってまあ家はあったんですけども借家かなんかにえー、それでですねその5歳の少年がね食べていくには 網走でねあの港があるんですけども魚を取ったその漁港にねあの魚が落ちてるんですね漁港のこう道,端道端というかあの、まあ、ちょっと私も行ったらですねロシアの蟹講船が止まっててロシアの船がこんなとこにポンと入ってくるのかと思ってびっくりしたんですけどもあのすぐそばに加工場があってねそれでまあそういうとこだからあのその えー、コンクリートまあか地面かその頃時代はどうだったのそういうふ昔の時代ですからねもしかしたら土の上だったかもしれないんですけど魚が落ちてるんですよね。でたんですよでちょうどね網走りの,その今えっ、ー、と、えー、氷山じゃんけん、えー、氷のね有名なとこありますけども。あの えー、ボーンとね、あの。ぶつかって、音が聞こえるようなところでね、あの。と、網走港の近くに住んでたんですけれども。それで、本当にね、あの、食べるに困るような。とこだったんですね。それで、その。母親はいたんですね。母親はいたんだけども。母親も働いてたんですよ。だからも、もう。もう、本当に、あの。えー、と、もう、食べるに。 食べられないかかどうっって生生活活以下の生活だったんですよ、ね、それで母親はその5歳の,その長めの量を残して兄弟全部残してですね一人で青森の板柳っていうところに出ていくんですね。それは何でかというと自分が働いてもうちょっと網走では働いても生活できないからちょっとまあどういうあのちょっと知り合いがいるしっていうことで。 えー、青森の板柳というところに一人で出て行ってあ、えー、女の子一人連れて行くんですかね一人か二人。ちょっと書いたものをね私取材してあの、えー、本にしたのをちょっと探したんですけど見当たらなくてちょっとあれですけどもあの女の子確かねお姉さんか一人連れて行ったんじゃないかと思うんですけどねえっ、ー、と一人か二人とにかく。 女の子を連れててたっていうことだったかなそれでねとにかくののり長山のりは置いていかれたんですねそれで生活できなくて子供だけだからもう食べられないしそれでもう上えにしそになりながらなんとかねそういう拾い,拾い食いして、まあ、近所の人なんかもらったりとかってしな五5歳の子ですよ。で兄弟だからってってまあちょっとは見てくれたかもしれないけどねそんなに。 親が捨て,た捨ててるわけですから子供同士でねその、まあ、少しは助け合ったかもしれないけどもあの生活でできなかったんですねそれで青森の,その母親のところにですね、えー、兄と一緒だったかなお姉さんかなんかと一緒だったから。あの えー、お母さんのところにあの母,母親のところにまあ長山則夫も来るんですねその後一12年の後にねそしてまあ母親のところであのえっ、ー、と、まあ、暮らしてまあど、えー、その板柳中学校を卒業するまで長山則夫はその青森にいたんですねでその家は私がちょうど取材に行った時はまだ残っててそれであのー、まあ えと近くと隣と長屋なんですけどもねまあ長屋の隣でえ飲み屋があったりとかですねそういう,とそう,いうようなまあ環境のとこでえーえー本当の貧しいえ長屋だったんですけどまあその後ね何年か12年か数年後にその長屋を取り壊されたっていうのを聞いたんですけどもまあ私がいた時はえまだありました。その 非常に貧しい、ね、一人やか二部の長屋の,長屋のその小さい長屋ですけどまあそれでもね母親と一緒に暮らせてあのー、まあその間は中学まで行きましたから学校も行けたしねそれでああのー、まあ、学中学校行った時は徒競走かなんか速くてえー、っとね走って運動会かなんかで一等取ったとかなんか速かったらしいんですよね。それで まあ,あの中学まではとにかくまあ貧しかったけども頑張るっていうような感じであの卒業すするんですよそれであの中学卒業した時に集団就職で渋谷に出てくるんですねでそこからまああの長めの,寮のね。 えーとまあ「転落の道」っていうのが出てくるんですけども、まあ、それはここでねそんなあの喋っても仕方ないんであのはなもう話しませんけども非常にねあの悲惨な生活したっていう子ではあるんですね子供の時の母親に捨てられてそしてまあ、えー、っと殺人というか、まあ、銃でねあの米軍基地に入って銃を。 えー、盗んで、まあ、それでまあ4人偶然殺してしまったっていうようなことで計画的にどうかしたことではないんですけどもねそれでまあ死刑になったということなんですけど、まあ、そういう子もいるわけですねちょうど18歳二十歳前の子っていうのは。で今回の,あの、えー、京王線の事件を起こした子も24歳ですね。 で、まあ、あの、借金があったとか、あの、ギャンブルしたとかって言って、まあ、ちょっと生活区、長山の利用の生活区とは違うんですけども、やっぱりあの、長山もですね、えー、仕事をせっかくあったのにね、渋谷のフルーツパーラに、えーに、有名なフルーツパーラーですね、渋谷にある。えと、ー、こに、 就職職したのにね転職を繰り返すんですねそれがねやっぱりね子供の時に育った親のねやっぱ愛情を受けなかったその育ち方に我慢できないところがあるのかなっていうかその、ね、だから親はね本当にね子供を産んだら子供のその将来っていうことあるからね本当にしっかりあの子供を育てなきゃいけないっていう。 本当あのこと思うんですけどもねまああのー、そのここちょっとまあその取材してて思うのはね中にねやっぱり親切な、ね、方もいるんですよ。あの転職してお米屋さんとかにも就職してですねそれで夜、まあ、学とかっていうような話もあったりもするんだけどなとにかく我慢できなくてまた転職して何回も繰り返してね転職。 その我慢できないんですね。ここで我慢してね、乗り越えたらいいのに、夜、えー、学行ってですね、高校の夜学行って、そしてまた大学行ってっていうようにすれば、こんな悲惨なことにならなかったのにって、ものすごいねあの、歯がゆい思いするんですね。あの彼のこのずっときあの生きてきた道を調べていくと。だけどね、人間はやっぱりね、その我慢できる人と、 我慢できない人がいるんですよ。それでそのまあちょうどね、えー、長山登利男のことでその森進一さん歌手のね森進一さんがあの人もねすごく苦労したらしいんですね。えー、子供の頃貧しくてそれで頑張ってまあ,あ有名なあの歌手になったんですけれども同じ貧しくてもねあの頑張れる人と 頑張れるっていうとねちょっとまあ,あの語弊ありますけどもまあ頑張って森進一みたいになる人もいるしどうしても我慢できなくてまあ私から見るとここで我慢できなかったのかなって思うねただまあそれは1516の子がね都会急に来て田舎から青森から出てきてね それで寮みたいなとこ入ってね生活するんだから大変だと思うんですけどでも他の人たちもねみんなそこで頑張ってるしあの働いてるしねあの長のりもねかわいい顔してるかあの可愛がられたんですよあのフルーツパーラーに就職したとお客さんにもね電 h o 報のお客さんなんかにも可愛がられて配達にメロンねあの届けに行ったとかねでもなんかねそこがやっぱり挫折してしまうっていうねあの まあ生まれ育ちっていうものが大きいのかなと思うんですけどもあのすごく、ね、あの残念だと思うんです、ね、なんからやっぱりそのまあ親のせいかもしれないけどもまあねあの生まれるのはあの時代ね いつ生まれるかって江戸時代に生まれるかっていうのもあるし明治明治維新の頃にね渋沢栄一じゃないけど生まれるのかそれからですね渋沢栄一のようなね父親のよくできた、えー、教養のある父親のもとに生まれるのかね、えー、長めの漁のね父親みたいにね、えー、せっかくいいね技術持ってるのに、えー、仕事もプラプラしてお,お酒に溺れてね 家族を、えー、ちゃんとじゃあしないないような男になってしまって最後の足りずにするような親に生まれてもでもそれ親ですか仕方ないんですよ。で選べないからね。だね自分がじゃあ自分がねもう、まあ、今若い人にね説教じみたこと言ったってしょうがないんですけどまあねいろいろ苦労あるつ辛いことあると思うんですけどでも。 つらいことでねだからねなんとかねある時期は3年ぐらいはね頑頑張張るるしかないんですよ頑張る例えばお金がないって言うんだ。たら3年頑張って一生懸命働いたらね20代30代だったらもううんと働けますので8時間労働なんて言ってないんでねもう15時間ぐらい働いたって死なないからそれぐらいの若い頃はもう。 まあ怪我するってことあるかもしれない怪我しないように気をつけながらねそれでねお金を貯めてそれでちょっと余裕できたらね例えばや、まあ、今はねもう高校行かない子いないからが学っていうことないと思うんですけども例えば、まあえー、コンピューターの勉強するとかねそういうふうにしてしながら、ね、あの若いうちは30代40代ぐらいまで一生懸命やるっていうね でまあ集団就職したね長めの俺も集団就職ですけども集団就職して今のあのおじいさんの世代っていうのはえ若い子のねおじいさんその上のぐらいなのかなおじいさんぐらいなのかもうちょっと上の人かなひいじいさんぐらいなのかもしれないけどあの集団就職した人いっぱいいるんですよ田舎から。それでねちょっと想像してでも私なんかもう想像しただけでもかわいそうだなと思うんですけども 集団就職してですね例えばね大きい会社の寮みたいなとこ入ってトヨタみたいなとこ入,入って寮に入るなんてもう恵まれてるんですよ。だって鎌田聡はですねあの、えー、絶望工場って言ってトヨタのねあのもう悲惨なその従,従業員のこと悲惨という視点で書いたんですけど告発みたいに何か入ってねそれをノンフィクション書いてデビューした人なんですけども。 ね、まだねそういう大手の、ね、寮に入れるななんんて幸せなんですよ例えばね私の知ってる、えー、っと人でもですね例えばあのクリニング屋さんのねあの昔で言う女中さんって今で家政婦みたいなこももう朝から晩まで働いて住み込みでねそういう女中の仕事家政婦の仕事をして住み込みですよなんかもう一日以上仕事してるよ昔の人はそうなんですけど。 そういうふうにねあの若い頃集団就職した人はそういう人個人のおうちにあの、えー、住み込みで働いたとかね八百屋さんに住み込みで働いたっていう人もいるんですね。だから、まあ、時代だからねその時代だからって言ったら、まあ、それまでなんだけどもでもね昔はもっと広もっと昔はもっとひどかったっていうのはあるからね、まあ、比較はできないんですけどもでもね あのそうやって今の,そのおじいさんそうひいじいさんの頃の人たちは今は見て分からないかもしれないけども例えばそういう人たちでも会社を起こして小さい工場を作ったりね長いこと工場で働いて技術を持ってそして工場を自分で一人工場を作って家内工業みたいにね家族の夫婦でやってるとかそういう人たちもいるわけです。それかから大きくなったったていいう人もいるしねだからあの 一時ね若い頃は大変でもねお金がないとか、えーとまあ、いじめられたとかもあるかもしれないけどじゃあそれをね、えー、と社会のせいにして文句言って社会が悪いとか国が悪いとかね手当が少ないからだとかって文句言ってたら自分は幸せになるのかって言ってはならないんですよ。そういういうににももし自分が不満に思ってもね 文句言って何かうさばらしして火つけたりな人切りつけたらますます自分が不幸になるだけなんですねたった一回の、えー、命なんですね取り返しのつかない今なんだやっぱりね若い頃はちょっともう働きすぎるぐらい働いてもちょっと余裕できるぐらいしてそして勉強もするとそれでもうそんな遊びとかする余裕ないわけですからそういうような時人はね 親からね大遺産でももらったような人を遊んで暮らせますけど普通の人はねそんなねあのまあギャンブルしたりそんなしてあの普通に働いてたってそんなことできないんですよ大企業働いて勤めてる人だってそんなことできないわけですからねそんな高いブランドものを買ってねあのえー、っと高い時計したとか高い車乗ったりとかね。私のね知ってる えーと最近ですけどね知ってる人で乗せてもらったらトヨタの車乗っててね10万円だったって言うんですよ買ったらその人年収年収じゃないもう高齢者ですからあの、えー、とリ,リタイア後の仕事で2番目の人生っていうかあの3番目の人生で仕事なんですけどもえっ、ー、とね月収40万ぐらいあるんですね月収っていうかあの月収じゃなきゃ給料えっ、ー、とね給料に40万ぐらいあるんですね。それで まあその給料もらいながら農業もしてるんですけどそれでまあ経済的にはまあそれだけでねえっと奥さん死んでるから一人暮らしなんですけどまあ,あのまあシニアの人ですけどもねそれでも本当はちゃんと仕事朝から晩まで仕事してるんですんで休みの日とかに農業したりしてるんですけどもそういう人もねあの10万円でねヤフーオークションで買ったっていうんですよ。 でじゃあ200万の新車を買ったとする、まあ、趣味でね200万だからし、まあ、それは別にいけないとは言いませんけど、ね、いいと思いますけどもでもね、まあ、200万の新車欲しくって借金してローン買って利,利息高いの払ってですね車のローンいくらか知らないですけども利,利息はいくらか知らないけども例えば200万だったら250万とかねなるんじゃないかと思うんですけど利息入れたら。 で10万円のねそれでそのね4年目なんですよ今4年でも全然綺麗なんですよトヨタの車、まあ、買い方が上手なのかもしれないけどだからねお金ってそういうふうにして上手に使うとかねなんかしみたいって話してるみたいですけども若い頃はついねやっぱりね楽しいところに行きたがる楽しいことした,したくなるけど。 まあね、40代ぐらい以降から少し落ち着いた生活ねできるようになるには20代30代頑張ってね20代二十代からね20代10年あるでしょ30代10年20年頑張ったらねどんな人だって一つのまあ技術は身につくし、まあ、10年あればもう十分今だ五5年かなうもうね4つぐらいね能力つくと思うんですよ。 例えばセールスマン車好きだったら車を売るセールスマンになってもいいしねで今も兼業の時代ですからね一つの仕事だけじゃなくても兼業でね例えば何かしながら車を売るとかねそういうことだってねあのちょっとね地位働かせたらできると思うのでそのえ犯罪の方に走ってねもううまくいかないから人殺して死刑になりたいなんてねそういうような人はめったにいないと思うんですけども そういういマイナ私のまあ提案ですけどねちょっともう寝ないで頑張って働いてお今の時代じゃなくてもまあもうお金ね稼がないと堕落するしかないんですよ。だからまともな仕事をして兼業でもいいから今副業時代ですからねちょっともう頑張って働いて。 40歳になった時にはもう落ち着いてある程度、そしてまたそこからね、新しい仕事してもいいし、起業してね、ベンチャーになって、うんとお金儲けしてもいいと思うんですけども、お金儲けの話ばっかりになって、お金だけじゃないですけど、でもお金がないとね、そういうの破綻しちゃうんですよ。だって今回の慶養性のだってね、あの借金したからでしょ。だお金使うとね、借金しなきゃいけなくなるんで、 まあ、あんまりもうその自分に投資するね生産性のあるお金を使うのはいいけども消費するね借金が増えていくような消費するあのお金はあんまり使わないようにした方がいいと思います。まあ、経済がね回らなくなって社会が止まるかもしれないけど、まあ、お金持ちがお金使ってもらったらいいと思うんで若くてお金ない人はそういうふうにするしかないやっぱりするしかないんですよ10年ぐらいはね。だからそれはももうう仕方なないいんでもうううまくいかなくかても そういうふうにしてしばらく頑張ると、あのー、そういうね、えー、まあ芸人さんなんかもね芸,芸が売れるまで頑張って、えー、お金なくてねえー、っとラーメン1個で1日とかねもっと貧しい生活してるかもしれないけどあるらしいですけどもね、まあ、それでやっぱりあの、まあ、前向きにというかねプラス思考でね 腐ってててももう決して良くならなららいですからマイナスに自分がやけ,やけになってプラスになって良くなるということは絶対120%ないですからね自分でやるしかないですから誰も助けてくれないですからそんなことはいくら助けてくれてね例えば親がお金たくさんくれたとしても自分が ちゃんと自立して、ね、勉強して働いてお金貯める、えー、働けるようになるまでね自分がやらないといくら親がねくれたってできないですからねそれは一時しのぎだからまたね堕落,堕落の底に落ちるだけですから自分が這い上がるしかないもう諦めて10年間頑張るそのつもりで、ね、頑張ってほしいと思います。えーとね、最後ですけどね えーっとこれまあちょっと共産党系の雑誌なんですけど文芸雑誌なんですけどこちらにねちょっと私の,あのノンフィクション書いたのがあるんですけどもあの少年自衛官の詩っていうの書いてもう昔出した本なあの、えー、っとノンフィクション文章なんですけどもねこの人たちはあの横須賀の陸上自衛隊の少年工科学校っていうところがあるんですけどもそちらに全国から まあ貧乏というとちょっと失礼かもしれないんですけどもまあ高校に行きたい行けるあの成績優秀な子ですね学年で1番か2番ぐらいの子たちがえ10倍以上の競争率で入ってきたっていうあの少年たちの,あのえ自衛隊の学校なんですけどもその全国から来たですね少年自衛官たちが1968年7月2日の ちょうど大雨だったんですね。梅雨時分にそこであのこう軍装って言ってですね。銃を担いだ形でヘルメットとかまあ、ライナーって言うんですけど、被ってそこで渡か訓練って言うと川を渡る訓練してたんですね。そうするとそのそれはちょうどあの池学校の中の池なんですけども。池自然池じゃなくて。 えーと地対空ミサイルをちょっと隠すために土手を作るためにその土がいるので土手を作るための土を掘った穴ができたんでそこを水を溜めて川にしてとか訓練してたんですね池にしてだから下がですねあのぬるぬるしてるんですよ土がね赤土で,でそこにこう増水してあの雨でしてたもんだからそのライナーヘルメットかぶって銃を担いで。 軍あのかっこいいそのまま池の中あれですよ川を渡るのにそのままの格好だ、えー、っと水泳儀じゃないんですよだからそれでね入ったもんだから入り方がちょっと指導者の、まあ、先生たちの指導が悪かったうでいっぺんに入ったもんだからね中で泳げなくて絡んじゃってですねみんなお互いに絡んだりなんかして13人がね亡くなったんですね。 その取材してあの、まあ、あの例えばですねちょうど青森の西津川郡の岩崎町っていうところにこのえっ、ー、と一人ですね亡くなった方がいて及川雅夫さんって言ってちょうどねその時19歳だったんですけどその方のちょっとお墓参りさせてもらったんですけどね岩崎村の小磯っていうところなんですけどもでそういうねその子たちは高校に 行ける行ける当時ですよ今,今はほとんどの子は高校行くでしょ当時まだ少なかった時代に行けたんだけども自衛隊のその学校行ったら結局その授業料もい、えー、らないしそして親に負担かけなくて済むし自分で自立できるからそしてまあ勉強もできるから ね自分の身につくでしょ勉強したらねそして自衛隊のその学校出たって読んでまあ一つのまああのなんていうのかね履歴慣れになるしまあ、仕事としてもそれでできるって読んでそれでそっちの学校行ったんですよそれなのにそのね中学卒業していって優秀なこうねあのちょうど私も その,その後もう、えー、だいぶたって取材の時ですけどもね、えー、少年工科学校というとこ取材させてもらったんですけどもねもうかっこいいんですよあの制服着て自衛隊のねもうちょっと、えー、グラウンド歩いてるとね案内の担当の方に案内してもらって歩いてるとねこうピッとこうすぐ立ち止まってですね、えー、まあ運動場というかグラウンドにね。 ピッとこうあの制服着てこうあの靴ね揃えてパッとしてそれでえお客さん来たりあたまあ私はのお客さんですよね向こうからすると。さあもうパッとこぼしてね受け入れがどういうふうにするのか知らないけどとにかくかっこいい帽子かもうかっこいいんでしょうそういうて若い18歳9歳の子ですからね。それでね同じあの年代で例えば永山紀お,おはまあ 家庭も貧しかったし親にも捨てられたしいろいろ苦労したけどもでも中学までね途中からではあるけども母親と一緒だったわけですそしてちゃんとね集団就職してえそのちゃんと寮に入ってねフルーツパーラの寮に入ってね渋谷で働いててまあかわいがられたこともあるしまあ辛いこともあったかもしれないけどでもね上 え死にしそうな時の子供の頃思ったらすごくいいとこだと思って頑張ればよかったんですけどまあ頑張れなくて転職して転落して、まあ、死刑になったということなんですけども今度少年自衛官の方の子はですねそう優秀な子でそして、えー、一生懸命頑張ってもうあの富士演習場とかそこなんかだよね実弾でねあの毎年あの7月か8月の夏休みの前にあの 集団全校正当であの集団でねあそこで今でも東富士演習場で実弾実習をやりますね演習今もやってると思うんですけど自衛隊はでそこでもねそうやってしたりそれからね35キロ行軍というのがあるんですけど1718歳の子ですけども真っ暗な暗闇の中一晩ね歩くんですよ35キロそれでその人とね 前後で話したり、なんかしちゃいけないんですよね。縦に並んで歩くんですね。行軍だから。で、例えばあの軍隊だったら、まあ自衛隊は軍隊じゃないですけどもね。えっ、ー、と戦地なんか。でも。まあ昔の戦争の時なんかはあったと思うんですけどう興してね。やっぱり厳しい。そういう訓練したりですね。そういう非常に一生懸命訓練して。 辛いことあったと思うんですよ、やっぱり。集団生活ですから。もう自衛隊なんか厳しいですからね。例えば、ベッド、寝具とかシン、寝台の、ちゃんとこう、布団なんかもね、毛布なんかもピシッとこう、四隅ピシッとこう、えっ、ー、と、揃えて畳まなきゃいけないとかあるわけですよ、自衛隊なんか。そういうね、たぶ長山乗り用にしても、ええー、と、まあ、 その今回の京王線の中で火をつけた子もね24歳ですからまあちょっと長山紀夫とかそれからそのこの少年自衛官なんかよりも年はちょっと上だから5歳ぐらい上ですかねだからもうちょっとまあ分別あってもいいかと思うんですけどまあそういうふうに若い子ですから同じ環境でね比べられることではないですけどでもねこういうふうにね頑張ってる人もいるっていうことを。 まあね、あの思っててそしてねぜひねあのそういうねちょっと辛い思いをして挫折しそうな時は、ね、やっぱりこういう人たちのことを思い出して、まあ、私のね話も思い出していただくといいと思うしあの参考になると思うんですけれどもやっぱりねそういう人もいるわけですから、まあ、ちょっとたまには図書館行ってねそういう本も。 見てですね、やっぱり探して、えーとね、その遊びとかを楽しいことばっかりの方に行かないで、まあ、3年か5年か、まあ、もっと言えば10年ね頑張ってそしてねあやっぱり頑張ってよかったなっていうねそういう生き方してもらいたいなと思って今日は、えー、京王線の事件を取り上げましたご、えー、ご視聴ありがとうございました。 じゃあね。